エンドフォロワーパイです。はい、僕たち3組が、合体してアースハーモニーを結成しました。この夏限定夢のユニットアースハーモニー、彼らは現在開催中のもう一つのワールドカップ国際知的障害者スポーツ連盟サッカー世界選手権大会の公式テーマソングを歌うために結成されました。8日に開かれた開会式には彼らも駆けつけて選手を応援。それではポップジャム独占永久保存版アースハーモニーのスペシャルライブです。